すいません。あ、いえいえ。もう完璧に集合。とんでもないです。いや、起きてない説あるみたいな。いや、でも良かったです。よし、じゃあ行こう。お客さん来てる。なんかどこのお店がおすすめなのって言われても何も答えられなくて、本当に住んでたのかすごい疑われてる今北海道に。おー、いいじゃないですか。はい、そっちね。どうですか、どうですか。なんかそれで遠く外見てる感じのやな。そうね、うん、ここはいい。はじけるスマイルでピックスマイルお願いします。ピックスマイルお願いします。回ってくるって回ってくる。そうそうそう、ブラブラして、ブラブラ。あいつが映る。かわいい、このキラキラの雪取って、キラキラの雪取って。上向いて、上向いて、上向いて。そう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 。雪を感じて、雪を。かわいいの。キャッチから、こっち向いて。まあ、それじゃ慣れないわ。もうちょいける。お前ならもうちょいける。幸せになりたーい。はい。おお。はい。帯広、その中1に上京してからは何回目？2回目です。あ、2回目。札幌とかはお仕事で来たことはあるんですけど、帯広っていうもう。地元は2回目。あ、来た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 。え、4番7番4番行っちゃう。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 すごい発音。おお。あ、でも7番いいよ。星行って。あーかわいい。全然歯が出ない。はいはいはい、来て。お前は今だったら可愛かった。これスノーピークトカチポロシリキャンプフィールド、イエーイ、イエーイの重箱っていう場所にご案内いたします。でもいっぱい見て何個もあるんですけど、お気をつけくださいですね。これドアがあってですね、開けるとすごい、やばくないですか。ベッドと道具とキャンプ椅子とテーブルと普通に充実できる。一年中借りれるらしいので、ぜひ皆さんキャンプしちゃってください。いいわ、しゃい、汗がびしょびしょの女と。カメラマンがあったんだけど、いいわしゃ、トカチかわいい、トカチかわいいよ。もう一回やって、トカチ。
せーの、パチパチ。みんな同じやつ食べないんですね。同じやつ食べないって言ってる。私、何皿も何皿も、甘エビ何皿も食べます。あ、そういうこと。あ、そういうことね。え、こもれ甘エビいいじゃないですかね。こもれ甘エビ、こもれ甘エビ、やってくれるのかな、こもれ。こうなるよ、こもれ。わーい、届いた、早い。はい、届きました。私の大好きなお寿司屋さんの名古屋家庭でございます。うん、これもエビいきます。うん、うわ、めっちゃいいだろ。こぼれ甘エビです。18貫、18います、ここに。キューバーさんに名前一応お願いします。キューバーさん名前一応分けるチェーン。はい、鳥を置いてます。うん、弥生の湯さんに来ました。弥生の湯さんに行きましょう。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいよ。はしゃいでるキューバーが可愛いね、もうここね。うん、かわいい、いいよ。うわー、うん、うわー、うん、いきます。はい、いいよ。おー、もう出る出る。あー、やばいわ。北海道普通寒いっすね。マイナス10度です。ここで私平気に暮らしてたとは思えない。おー、すごい。おー、おお、お酒私は飲めないけどさ、ここにくっついてるのすごい。いいや、ここ、こっちの、この、こいつのように歩いてくる。いや、あー、寿司。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、いや、はい、懐かしい、この。頑張れ。あ、ごめんね、寒い寒い寒い。リーチバッタが。JR の中ですか。はい、せーの、はいはいはい、出てきた、わー、わー、はい、開いてます、全部雪のせいだ、するか、乗り方取っといて、ね、自分で書いてたりする。ミシュラン受けてる。欲しいですよ。北海道行った頃は味噌ラーメンの良さに気づけなかったです、魅力に。今は？今気づけたんです。気づけた。ちょっと味覚が大人になった。今一番好きなラーメン何？味噌結構好きなんだ。味噌好きなんだ。メロってさ、一番好きな食べ物は何？パン。何タン？焼肉タン。タン。タン。タンだ。ちょっと大人になりすぎじゃない？牛タンってことね。牛タン。はい、いいよ。汁ちょっと飲もう。いただきます。うん！おいしかったです。麺吉。
何杯いけるんですか？あと2杯はいけるんですけど、5杯食べたい。ありがとうございます。本当に美味しいわ。本当。三層六も入ってるんですか？あ、中にイタリアンマロンと小豆を入れしたチョコレートの焼き菓子になってまして、こっちの方があの当店限定の商品と三層六をミックスした。これはお家に自分で買うじゃん。え、マジで私は好きなの。本当に。バームクーヘン。バームクーヘン。いいやつ。チョコレートケーキみたいなね。そう、確かにバームクーヘンの上にちょっと薄っぺらいチョコが、うん、乗ってるってこと？あ、チョコね。あ、してる、これ見たこと。はい、じゃあこれからガソスタにね、寄ります。まずどちらにされるか選んでいただいてもいいですか？はい、車の方、レギュラーが指定のガソリンだと思いますので、こちらレギュラーの方。吸収はレギュラー。満タンの給油でよろしいですか？ご希望の給油、給油を開始する方は確認ボタンを押してください。レギュラーの満タンで間違いなければ確認をしてください。製品除去パッドに触れてから給油してください。水入れてください。はい、入れてください。ここまでしっかり入れてください。はい、握ってください。はい、うわパタッと止まりましたら満タンになりましたので、パタッと止まってからノズルを上げてください。うわ、こんなんやってるよ、みんな。現金でもクレカでもエレキーでもポイント貯まる。はい、これで決まりました。おお、怖いから大丈夫なんですか？ちゃんと困るんだけど。おお、できたー。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、入れちゃったよ、ガソリン。どう、初めてなんか、うん、楽しかった。うそ。もう指がちぎれそうなの。笑顔っていうのが寂しそうだった。はい、ということでポップティーン全部の撮影が終わりました。このチームで撮影するのもね、もうしばらくはないのかなという寂しい思いですけれども、でも最後はね、地元でこうやって思い出いっぱいのところで撮れたのがすごく嬉しかったですし、上京して2回目のね、元参考というか十勝帯広がこのメンバーでなんかすごい新鮮でしたし、嬉しかったです。何年？5年？4年半くらいかな？5年目のポップティーン生人生ちょっと終わってしまうんですけれども、引き続きポップティーンをよろしくお願いします。橋野優としても応援よろしくお願いします。最高な青春でした。バイバイ。Wow.